こんばんは、ちおちゃんのお時間です。現在、てめえら人間によって導入された猫が外来種として世界各地で野生化しています。ちおちゃんでもこれまでにオーストラリアや南極地域などで野生化した猫について解説してきました。しかし、これらの猫はそれぞれの環境に適応し、特異な形態と生態を手に入れているものの、遺伝子的にはイエネコと同じ種です。ただ、コルシカ島に導入されたキツネネコと呼ばれる猫は違います。2023年1月、この猫の遺伝子検査の結果を含む科学論文が発表され、ヨーロッパヤマネコやイエネコの種とは遺伝的に異なることが判明したのです。それでは、この猫はイエネコとどのような違いがあるのでしょうか。そこで今回はコルシカ島のキツネネコについて詳しく説明していきます。このチャンネルでは生物について解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。キツネネコが住むコルシカ島は地中海西部ココイタリア半島の西に位置するフランス領の島です。面積は約8680平方キロメートルあり、これは日本の広島県と同じくらいの大きさになります。この島の沿岸部の気候は他の地中海沿岸地域と大差なく、年中温暖で少雨です。コルシカ島は面積の割に急峻な山岳地帯が大半を占め、それほど大規模の農業、産業が展開できない土地であるため、居住人口は少なく、沿岸部及び山岳部には手つかずの自然が残されています。そのため、フランスの秘境と称され、フランス人に人気のバカンス先となっており、豊かな自然と美しい風景が訪れる人を魅了しています。この島の地元の羊飼いたちによって何世紀にもわたり、羊やヤギを襲うキツネネコの存在が語り継がれていました。この話は伝説じみたものだったので、長らくキツネネコは実在しないものと考えられてきましたが、科学者たちは1929年に初めてその存在を記録しました。この猫はキツネのような体色と大きな尻尾を持つことからキツネネコと呼ばれていますが、猫とキツネのハイブリッドなどではなく、紛れもなく猫科に属し、ヨーロッパヤマネコやリビアヤマネコ、そしてそのリビアヤマネコから家畜化されたイエネコとともに猫族に属しています。キツネネコは分類学的地位が不確かな孤立した猫科動物の集団であるため、独自の別種リビアヤマネコの亜種、または1000年初頭頃にコルシカ島に持ち込まれたイエネコの集団など、さまざまな見方がされてきました。そして今回、研究者たちはキツネネコの正確な位置を解明するために、コルシカ島のキツネネコと飼い猫の遺伝子サンプルを隣のサルデーニャ島とヨーロッパ本土のヤマネコと比較しました。その結果、キツネネコの遺伝子はヨーロッパヤマネコ、飼い猫、そして程度は低いもののサルデーニャ島のヤマネコとも異なることが分かりました。こうして、この長期にわたる研究に携わったフランス生物多様性局は、この小型ネコ科動物が独自の遺伝的アイデンティティを持っているという証拠が得られ、これは足として認識される第一歩であると2023年3月16日に声明を発表したのです。ただ、キツネネコが正式に新しい足として指定されるには、中東に生息するヤマネコと比較する必要があります。そして、ヨーロッパ、アジア、アフリカには様々な系統のヤマネコが存在するため、そのプロセスは簡単ではありません。さらに、ヤマネコと交配して雑種化を起こす飼い猫の存在はこの問題をより複雑にさせています。伝統的にリビアヤマネコはヨーロッパヤマネコの亜種とされてきました。しかし、国際自然保護連合は現在リビアヤマネコを独自の種として認めています。このリビアヤマネコの系統はイエネコとキツネネコの新しい研究を理解する上で重要です。これはリビアヤマネコはイエネコの祖先であり、家畜化の非常に初期の段階でこの猫のグループがコルシカ島に導入されたと科学者は考えているからです。これはおそらく約8000年前に起こったことであり、おそらく害獣駆除の目的で島に持ち込まれましたが、キツネネコはコルシカ島の環境に適応し、現在に至りました。キツネネコの見た目はペットの猫に似ているかもしれませんが、リビアヤマネコよりも色が濃く、耳の後ろが暗褐色で、先端へ行くほど黒くなる長い鱗状の模様があるお腹
独の特徴を持ちます。またヨーロッパヤマネコやサルデーニャ等のヤマネコよりも縞模様が少なくなる傾向にあります。さらに前足に縞模様があり、後ろ足は非常に暗く、腹部の毛は赤褐色で、毛皮全体が密で絹のような質感です。この柔らかく濃い毛は野宮だに、シラミを防ぐ天然の虫よけの役目を果たしていると言われています。さらに説明によると、高度に発達した犬歯を持ち、頭から尾までの長さが約90センチメートルあり、家猫よりも大きくなります。キツネ猫はコルシカ島のアスコ森林内の狭い地域にのみ生息しています。この場所は標高約2000メートルの高地で、沿岸部の地中海性気候とは異なり、冷涼多雨で冬季には雪が積もります。ここは捕食動物から身を守ることができる深い森に覆われた人里離れた地域です。そのためキツネ猫は2008年になるまでほとんど目撃されていませんでした。このことからキツネ猫の個体数とその状況は不明で、自然生息地での行動についてもほとんど分かっていませんが、彼らは一般的に日没後に最も活発になると考えられています。ほとんどのキツネ猫の行動圏は狭いのですが、中にはより流動的で長距離を移動するものもあり、オスの行動圏は一般にメスの2から3倍広いようです。キツネ猫はテメーラ人間との接触を避けてきました。そのため捕らえられた場合、シャーをしたり、うなり声を上げたり、歯をむき出しにしたり、攻撃を仕掛けたりし、完全に家猫とは異なり、人になれません。キツネ猫は本来の生息地では注意捕食者または頂点捕食者のいずれかで、彼らの餌には様々な小型哺乳類、鳥類、トカゲが含まれます。また研究者はコルシカ島の川で魚を捕獲しているのではないかとも推測しています。タノの猫と同様に、キツネ猫はその捕食性のため、固有の生態系において在来種を絶滅の危機にさらす可能性があります。ただし今回の研究で明らかとなったように、彼らは8000年もの間この島に適応してきたため、生態系は比較的安定しているのかもしれません。研究者らはキツネ猫の生態についてさらに詳しく知り、進化の歴史を解明するため今後も研究を続ける予定です。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。通知もオンでお願いします。それではまた、ちおちゃんのお時間でお会いしましょう。